ですね。お互いダメージは受けていません。いやただ冷静ですね。フェンネルアビリティあまり使いませんでしたよ。さあ浴場ではフラグメント同士の対決です。いやこのフラグメントは効いている。ミッチを返しましたが相打ち。そしてこのランプは来るぜ。スパイクを設置しろ。デリエルに HP が少ないが、うん、綺麗な取り返した。いいカバーがついています。キレを重ねるフェンネル。リテイクはロブ。スパイクを設置。オールドローンがありますが使いたくはないでしょう。そうですね、ここは温存ですね。ここは離婚を打ち込みのリテイクになりましたが、ワンオンスリー、さらには HP が42。ショート位置がバレます。ここはデリアリー決めていきました。残るため B3 の配置はファブゲーミング。リコールでヌルコマンド切っていった。ブラストバックでのエントリー。ジンクス、これエルボーにいて中にいないの確認できましたね。ファーストブラストは天才。さらにアクルズ抜けてくるが、ここはロブが抑えている。スモークの中ジンクス一瞬見えたがヘッドショット。強気に動きますね。4対3。武器も1本奪いましたからね。ゼロポイント。いやーこのフラッシュドライブの当て合いが、ミログル試合。ここはバズが落としていく。スポン側トラネコがキルを取って人数差逆転。サイトライミッチが粘れる。トラネコダブルキル。残ったらデリアリー。ここはバズが抑えます。リテイク成功。さあ浴場外。いやーこれはガイグレットの合わせ技。ミッチよく1キル持っていった。ただ武器が弱い中、この爪は22交換。B サイトエントリーしたのはジンクス。早いですね。 A のアクションで人数を見て B なら空いてるぞと判断してすぐ B に入っていく。エルボーという位置も報告が入っていますからね。さあ3対3でのリテイクはいかがでしょうか。先ほどと同じリテイクまで。最初のパラノイアからのハンダフューリー削っていくロブ。2オン3当然人数削り返す強気な動きや。エルボーです。ここはバズ天才。うん、先ほどからリスカイ。あ、しかも今回は詰めていく。ナイフ投げない。さらには浴場。ここはミッチ。トラネコアビリティは返せないがミッチを落としていく。起こしてる。システム再起動。いやすごいスピードで起こした。一瞬で起こしてったぞ。ログショックでボール。お互いが3オン3からデリアル。ランプからクルス、うん、挟む形ができているので。ロブのワンオツインセンディアリー。いいインセンディアリーですね。体力もない。最後は浴場。この対決11者からね。さらにはフラグメントで A ショート勢いが止まりました。ハンターズフューリー。トラネコの位置は分かっているか。いやここはいやでもミッチー冷静な判断。デリアリミッチーとキルがついている。スポーナー倒しに行く。トラネコ位置がバレてしまっている。動けない。これミッチがトラネコの位置にどれだけ気づいてるか。あダブルピクション。クルーズがトラネコを落としている。 3-on-1 ローリングサンダー打ち込んだ。リテイクに行く神の子。いやでも即接だ。ペレーター。サイト上ジンクス。ほっくりアリングしましたね。そのままエントリー。ランプランカーアンセンも落としていく。ジンクスの勢いが止まらない。さらには浴場の外ミッチ。ただここは B ロンから飛んできた神の子が落とします。4対2。あ人数差がかなり厳しいですね。浴場から行く神の子。スポーン側ではロブがジンクスを落としている。2-on-3。これで2人の位置はフェネル側も断定した形になりますけど、うん、クルーズは空爆を構えています。ここだ。こうなるとかなりリテイクは難しいでしょうか。神の子の会場、そこには離婚。抜きましたデリアリー。さらにはインセンディアリー。最後は天才デリアリー。メインを取りに行ってもう一度来ないと思いきや離婚壊したタイミングでのフラッシュポイント。神の子もうフラッシュポイントはないぞ。ここはクルスが落としていきます。ただロブジンクス落としている。ショーストッパー止めていきました。ネルコマンドミッチ。最後の一人だ。残るはバズ。
さあダウンした。これ実質ワンワンです。残り HP がない。来るぜ。一瞬ミッチーに触れました。おお、いいフリック。フェンネル側にはセンチネルがいないので、この裏取り、トラネコ浴場の中に誘い込まれた。ミッチーのスモーク抜き、ここは逃げ切ります。いや、かなりトラネコの場所ケアされてますね。ショックボルト、さらにはクルゼ、フラグメントもついてきた。ここまでダメージアビリティ集中されるとたまったもんじゃないですね。ただファブゲーミング側にはリテイクのアビリティがあります。ローリングサンダーもちろん打っていきます。アフターショックでラッキャ、ただ裏を取っているミッチー、これは刺さってる。アンテボ落としていく。最後の一人だ。フラッシュポイントも合わせていました。 A ショート、さあワンオンスリー、ロブ位置はバレていない。まあヘブン側にいるんじゃないかなという予想があったみたいですね。サイトライン天才、これ誰も見てないですね。おお、後ろを向いたら敵がいた。驚きショット、バニーホップ。おお、3発目はわざわざ、ああただ頭が映った、うん、天才ミッチ。だからフッカーの下に1人張り付いているので、トラネコを起こしたいところだが、 B ショットには来るぜ。下がりますか。ここは再起動が入りますが、これでオーメンも B 側にいることがバレてしまいました。マイクを設置。スポン側ではフラッシュドライブ、トラネコ目の前に、トラネコはいるが打ちません。ジンクス、ここはトラネコを落としてワンオンフォー。ハンターズフィーリーも上がっている、ね、A ショート、ここはフラッシュポイント、これは上を通す、フラッシュドライブ。おお、これは大きい。天才ダブルキル、デバウアーが欲しい、ただゼロポイント。サイト中のミッチ、全員生き残ってて、しかも今 A 側から大回りで裏を取ってるジンクスがいるんですよね。裏が来るその前にB 側を制圧したい。 HP がないのはフェンネル。おっ、おっと、まずまずトラネコ B サイトを攻めて、人数差が一気に逆転、2オン3。窓のジンクス、武器はシェリフ。スポンガーのクルズに対してはまず、これジンクスも一バレてますね。最後はロブが決めました。よさあ、浴場前、ジンクスのショーティーいかがでしょう。おお、トレイルブレイザー、いや、しかもアンセムの体力受けてください。ここまで抜いた。さらにはショーティー、いやー、逆転してるの。ショーティーバーシャル、ショーティーバーシャル、設置した時点でロブ1バレます。お、ヘッドショット、ワンオンツーあるのか。フラッシュドライブ、フラグメント、ここはミッチーアビリティをたりするので、もううまく使ってのエージェント、ジンクス。お、浴場アルティメット発動したか。今アンセム、トラネコ、ジンクスが技を落としていますが、3対4です。アンセムダブルキル、さらにはシーカー、シーカー来てた、これ勝負。 B が3の配置ですね。 B ショート杖待ちをしていたラブだが、 A 側ではジンクスが落とされています。さあこれチャンスですね。この間に1点詰めます。一気に行きます。ランプ制圧、やはりブリーチがいるというだけでランプの取りやすさ変わってきますからね。そうなんですよね、アフターショックも強力ですから。さあ4対4、ヌルコマンド打ち込んでいきます。ガイディングライト、ここはミッチーカバー。ラプターに一人一人が落とされる。うおー、来るぜ。見てないはずなんですけど、フラグメントの先、神の子が抜けますが、ここもクレスが落とします。んどうだ、ランプは取れてますから、ランプシャワーも取れてます。もちろんスモーク抜けは警戒しています。かなり体力も使ってますね。リテイク、いちいち交換、フラッシュポイント、フラッシュドライブ、時間使えてる、ランプを抑えた、ワンツー、残り1名、ワンワン、これは当たってるでしょう。いや、当たってないか。呼んでいる、デリアリー、 B 面側を、いや待って、これ出てくるぞ、打ち込んでるぞ、キャッシュショート、ここはクルス一体引く判断。
武器も回収。これでいくかどうか。ビガはスモークを耐えてロリサンダー打ち込んだ。ブラグメントで引けない。逃げれないぞこれ。クラッチバターディコンディションバレている。ロブ神の子、さらにはアンセム。残ったなミッチ。相手の HP はノーペレーター。いい攻め方でしたね。ローリングサンダーと、フラグメントを合わせた。そしてリコンもサイトル入っていました、はい、かなり綺麗な攻めの形が取れていました。まあ、でもこの攻めの形の条件としては足が止まる。残り時間は40秒を切ったところ。これは時間をわざと使って相手が少し離れたタイミングを狙いたいというところでしょうか。ヘブン、ここはミッチ1位置交換。いやうまい、ダブルキル。フラッシュドライブ、ネルコマンド、オービトラストライク。うわーこれ耐えすくした。ただワンテンポ遅れてしまいました。ただ再トライ、レリアリー。しかもジャッジ、その武器はジャッジ。10秒、セッチ、ジャッジ。ただこれはもうセッチ間に合いません。アンセム、ナイフを持って走るが、あと一歩は届かない。勝利した。抑えるような印象、まあ、B ロングとかもありましたけれども、こうどちらもこう、まあ、明け渡した形に今なっていたので。